ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。2025年のマクラーレンとアストンマーティンのドライバー候補はの話題です。今回はマクラーレンとアストンマーティンの2025年以降のドライバー候補を見ていきたいと思います。2024年のドライバーラインナップは2023年のシーズンと変わらず開幕戦を迎えることになりますが、2024年末に契約が切れるドライバーが多く移籍の話題が増えそうです。最初はマクラーレンです。アンドレアステラとザクブラウンは明らかに長期的な戦略を描いています。他チームから新しく何人ものエンジニアを引き抜き、ドライバーとの契約ではランドノリスは2025年まで、オスカー・ピアストリは2026年までの契約となっています。マクラーレンは2024年と2025年にレッドブルに挑戦することになるのでしょうか。2024年型マシンのカラーリングが発表になり、 CEO のブラウンは次のように語っています。ランドとオスカーのエキサイティングなコンビは昨年後半に302ポイントを獲得してランキング4位となったように、これからもメガメモリーを作り続けてくれると確信していると両ドライバーに期待を寄せています。また代表のステラは次のように語っています。新たなインフラのアップグレードと人材の配置によって、我々は基準を高め続け、全ての行動に高いパフォーマンスを取り入れなければならない。いずれにしてもバーレーンを拠点とする株式ファンドがマクラーレンの全株式を所有するようになったことで、チームの目標が明確になっているようです。次にアストンマーティンです。2025年のアストンマーティンに変化はなさそうです。2025年にはフェルナンド・アロンソとランス・ストロールがそのまま残留する方向が濃厚なようです。オーナーのローレンス・ストロールがチームと自動車ブランドの売却を希望しているという噂が時々ありますが、今のところその噂は消えていないそうです。2024年からはアラムコがチーム唯一のメインスポンサーとなり、アラムコによるチーム買収の可能性が時折取り沙汰されています。さらに2026年にはホンダがパワーユニットを供給することになっていて、ホンダがアロンソとのコンビ継続を望むかどうかはまだわからない状況ということです。アロンソとホンダは控えめに言っても良好な関係とは言えないと見られています。もしアロンソが2025年に乗らないのであれば、角田選手がアストンマーティンに乗る可能性はありますね。ランス・ストロールはオーナーの息子でローリング契約と噂されており、ストロールのシートが開く可能性はあまりなさそうです。2025年のマクラーレンとアストンマーティンのドライバー候補はの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。